マコノりのユンタクラジオー はい始まりました。何をやってるドタバタゲキをまたやっちまいましたけども。いつものことなんでねいつものことが今日で終わりみたいななんかテンション高いね。一応上げ上げでいかんとまずいいんじゃないシュールで。最後までシュールでました。最後までシュールし。うん。まあ実は4月の27日木曜日19時。 最終回最終回ですね今日が本当の本当で、うはい今日が最終回なんですけどもとりあえず番組説明をなりにしてもらいましょうかなんで今まで今までやったことないいやいいんじゃないいいですか、うん、<laughs> いつも通りで <laughs> いつも通りで <laughs> あの最高だけ <laughs> 上げてもダメだよ <laughs> シュールっぽい感じで終わるのが一番です了解しました、うん、うんじゃあ説明しましょうねはいこの番組は串川中学校で同級生だった諸見里真子党と宮里なりえきただゆんたクする番組ですはいこの番組ではメッセージを募集しておりますメールアドレス761 fmkoza.jp 761 fmkoza.jp せいき、ね、さん痒いかな <laughs> <laughs> うんックス番号098934の8653098934の8653ですまた <laughs> FM 講座ではツイキャストを s ストリームで映像と音声配信しております <laughs> FM 講座のホームページ見ることできますのでそちらもお楽しみにくださいということで何せき込んでる悪いわ。<laughs> <laughs> 人間先は出るよそうですねうん、うん、肝臓ソウルドアウトさん初見ですってことなんですけど今日が最後ですよありがとうございますはい最初で最後ねうんまあ曲もねそのまま流れていくような感じなんですけども今日は曲の準備はしておりませんうん何でもうずっと遠くで行こうかなと思っておじゃあ CM いきましょうえ <laughs> 嘘だよ。<laughs> じゃあ、CM どうぞ。あ、本当に行くわけ。<laughs> 冗談だったのに。<laughs> 中間出れてもよかったんじゃない,かないや、中間でいようかな、思ってたんだよ。<laughs> 最初は。メールも。で、おります。てか、今日って何回目か。何回目かわからないわよ。何月からやった。一応ね。ね 10ヶ月なんだよね月、6月ね、9日から始めて10か、うん、これ読めない旧生徒さん、なおこっち、マルコ <laughs> <laughs> これ、セクんだな <laughs> は、はい、え はい CM 聞いてもらいました。大丈夫か。<laughs> 曲じゃねえのにな。まあね。まあね本当に今日が最後のねあのー、お届けになりますね。まこのね。隣だこラジオ。誰が決めたのよ。よ今日辞めるって。いや隣にいる人じゃない。<laughs> 俺か。<あの笑> <laughs> はい。まあまあまあそれもねあの4月なんで。 ねえはい、でもあれば別れもあるっていうね4月なんでね <laughs> まあちょうどいいんじゃないですか節目で4月の最終の、ね、最終あの27日い、ねうん、いいと思いますよもうすぐゴールデンウィークですけどねまあ今度またね、あのー、<laughs> FM コザからデビューしてラジオ沖縄だっけ今度だったっけでかくなるんだっけねえなんか引き抜きがあったみたいですよへえ<ー> <laughs> おめでとう <laughs> なんかこの、このなんか<何> <laughs> 得意のシュールさ <laughs>。いつも通りですよ。<laughs> いつも通り。うん、はい、リナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。孫さん、宮崎さん、世紀さん、こんばんはってことなんですけども、こんばんばみ、えー、沖縄寒いね。今日、でも今日は、あじゃね、肌寒いね。うん、今日はちょっとびっくりぐらい寒いそうだね。 ね本当、レナさん、今日はあれですかね、寒いのかな、あっちも寒いんじゃないですかね、自分もね、先週は東京21日からね、25まで東京いたんですけどね、あんまりイーヤンベーでしたよ、<laughs> ちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい、うん風もないから、なんもなんか顔をったりとかしなかったいや、俺、ワイシャツだけだけ、おお、上から、<構>まあ、一応、ジャケット、夜は、昼間は、そんなにね。 昼間っていうかもう大体歩くの夜中だったし検証終わるの <laughs> <laughs> ず,ずっとヤグマやしてたってこと、ねうん、ワイシャツ着ての朝の出勤のぐらい<は>朝の9時から9時半の間だけワイシャツでうん、うん、帰りはホテル着いたのが3時とか夜中のね <laughs> もう朝方で2日目が4時半でそっから眠たいんだけど、ねね、眠たいんだけどまた課題があるんですよあ課題課題がまた終わらないわけ 戻って課題もしたのにもかかわらずすぐまた数時間後にはその会場に行くそうだねうわきっとそう3日目とかもうみんなケ喧嘩のような感じですよ <laughs> 目がちばってから倹 <laughs> 約のムードもう倹約のムード <laughs> <laughs>、あのー、誰もなんか喋らないっていう飯,飯だからこの3日間本当にこのんだろう21222、うん、21はあ食べたのか、うん、222324、うん、このまあ3日間 白い飯食ってませんどんな飯食ってたえっと、この1日目の昼のラーメンだけ。ラーメンだけそれが食ってない。残り2日間。え、なんかおやつ的なもんとかもなし。なし。ああ。ていか空気力がない。空気力がない。よく沖縄帰ってきくれたな。セブンイレブンまで、セブンイレブンね、沖縄ないからね、セブン、セブン、セブン行くわけですうんうん。でも、水しか買わないっていう。 はい食べようかなと思うけど <laughs> 食欲が湧かないなあ,あ,あい,いかみたいな感じでまたホテル戻って <うん S 2> ホテルではねカプセルホテルうんうん戻ったらかわいいねっていっぱいいるわけですよなんで歌舞伎町だからあはえ <laughs> 歌舞伎町のそうこのドンキーがあるでしょその後ろが宿だったんですよ。ははいはい、はい もうすっごい人ですねすすごい人ですねあっちは毎日カーニバルですよ <laughs> カーニバル <laughs> カーニバルお祭りって言われてカーニバルって言い方がいいよね、うん、カーニバルカーニバルもう目のほ養よりになりました <laughs> <laughs>、はい、どこ見ても可愛いい子そうでもないぜいやー 可愛かった多分ね可愛い子が人間いっぱいいるからその割合的にそんな多くはないけど美人さんがいっぱいいるように見えるんじゃないうんファッションがいいからねひどい人ひどいぜいやひどい人見ないしうシャツインしてる人がいたよジーパンとかに可愛いかったいいんじゃいまあまあまあそんな感じでね久しぶりに新宿のあの駅かうん リ人通ってね俺は田舎者じゃないよということで絶対どかない俺どかないってどっから直線まっすぐよけるさあよけるね田舎者ってよけるさよけない負けなかった3回ぐらいぶつかったけどさぶつかったぶつかったマジかよぶつかっても俺は負けない新宿で絶対我が道を歩くみたいな感じで 歩き歩いてきました。はいはい。はい以上です。報告以上です。報告以上です。なるほど。はい。うん追加ス来ておりますけども、えっとレナさん、函館5度寒い寒いね。うん今多分10度夜中で910度切ってなかったな10何度だでしたね。今沖縄確か20度切ってるぐらいかな今。そんなもんでしょうね。寒いんすよね。 はいで勝之さん、ほいほい関さん、孫さみやださん、こんばんは。んんは最終回、残念、行きたかったーっていうことなんですよ。来ていいよ、間に合いますよ、<laughs> 間に合わんか。はいそれで、お久しぶりっていうことで、<ー>秋のさらちゃん、サラだね最後だと聞いて、慌てて駆けつけたいよーっていことなんですけども、こんな時だけねえ、なんもコメント書かないで、<ん>スターガールさん。 あ、下でこのまいいや怒られるから俺やめとこう。まあ頑張ってるみたいですよ本当に。見たよね。俺もちょこっと見たけどね。年内にはもうめちゃデビューじゃないかな。本当？いやしてもらうと困るぜ。あは。ちょっとうちにもねちょっとリベートがね。いやまあそんなあれはないけど。あないの？うん。最初の頃はいいよ。だいぶだいぶ売れてからでいいさ。だいぶ売れてからで。だいぶ売れてから。 パパっと売れたぐらいでもらったら面白くないじゃ <laughs> <あは> <laughs>、うん。でまあまあ、<laughs> 最後にそういうなんか大人の話はやめましょう。<laughs> ねうん、金のりさん、はいはい、孫さん、宮崎さん、お疲れ様です。ってことでありがとうございますその後に、今日が最終回なんで初参加なのでか。うんっていうか、遅いよね、何があのコメントくるのが。 い,やいいいいやんじゃないですかだってね去年の夏俺が「X 祭り」って言ってる時に来た,た時だけだよいやいやいやもう家族動員してあ家族動員して来てたからいいですねえ、うん、<laughs> その辺はちょっとびっくりしますけどもうんあと直美さん間に合ったー天まさんナーリーさん世紀さんこんばんはってことなんですけどもんんでも直美さん結構最近ラジオあっちこっち出てるんじゃない 今体調悪いみたいですよ。あ、本当？うん。俺はんてツッコミもいいのトイレ行けって言えばいいいや、トイレとかじゃない。よくわかんないけど。はい、大塚健二さん、こんばんはということですけども、最高今、16度。そんなもんだったのかな、じゃあ俺が行った時も。うんうんうん。ほん過ごしやすかった。はい。風もないし。で、豆田さん。おう。 おつおつでーす最終回来週からタイトル変えてまた2人の新しい2人のラジオがスタートってこといえいえ違いますねしばらくしないかもねうん <laughs> <laughs> しばらくな,なんかすーって <laughs> <laughs> しばらくまあまあ休憩ね休憩だもんねなんかねそんな感じだと思うんですけど まあねこのラジオをやり始めたのが去年の6月9日<う>トータルすると10ヶ月よく頑張りましたね意外にやってたねやってたねねえほ、うん本当にどうするやるやるかぐらいのかもう俺なんかあれだねやるのも速攻でやめるのも速攻 <laughs> あのー、<laughs> FM こぞのスタッフからしたら食ったなんだばーみたいな感じだと思いますよ <laughs> だろうねはいね関さんいや,いや,やってるみたいですね,ねすごいすごい、うん、調べたらそうなってたんですよ<ー>うーんまあ何メッセージも来てるみたいなんで行ってもらいましょうか天の声の関さんお願いします <laughs> はい、えー、ご紹介しますラジオネーム とさなうコーチのマルコさんから頂きました <laughs> まこっちゃん宮崎さん正規さん敗退最後だなんて寂しいでも始まれがあれば終わりがあり出会いがあれば別れがあり、えー、本当に毎週楽しませてくれて感謝でしたありがとうせいきさんへんてこメール読んでくださってありがとうございました <laughs> またまこなり同窓会でお会いしたいぜひいつか、えー、まこっちゃん宮崎さんゆるいトーク楽しいさートークをありがとうございましたそしてお疲れ様でした え最後は真面目に期待を裏切ってやったさ <laughs> ということで <laughs> え旧姓とさダウコーチの丸子さんから頂きました以上ですありがとうございますね本当ねこれ来ると思ったらなんか普通に来ちゃねお名前なんていうのまあ、まあ、ラジオネーム最後はもう本当にまとめたって感じですよもうひどかったもんね、うん、読めなかったしねでタイトルでね喋れないかなっていうか 何かみ,みしないで言えるかなと思ったらそのメッセージの内容で清毅さんが噛んだことがあるっていう <laughs> <laughs>、まあ、タイトルでプラスシャーかかってない <laughs> すごいね、うんうん、はあそうなんですかオミさん返答通でダウンしてたか返頭通ですあれ返頭痛。<laughs> うんだ、うんじゃなくて読み間違い、うん、名もおかしいな <laughs> <laughs> 今度一緒にラジオやるってことなんですけどもやりましょうか <laughs> 直美さんと得意のトーンなな、うん、<laughs> やるか直美さんいたらあれじゃもうまあちょこっと違うわねまあ,あれじゃないこう一点っていうことでもうこんな感じでしゃべっても大丈夫じゃねゆるくゆるくあっちが走ってるから<い> <laughs> 確かに走ってるね <laughs>、うん、直美さんねいいっすよ、うん 大塚さんそうなんですよ終わりなんですよ、うん、ねいろいろコメント書いてくれてありがとうございましたって感じなんですけどもそうですね毎週毎週ありがとうございました、うん、まあねこれ本当に俺ら二人でやり始めてうん、うん、ま正直言って共通点ってぐし中学校同級生っていうだけだからねそうだね <laughs> さらっとそうですね <laughs> そうだと思います だからね毎週毎週母校の校歌流しやがってって話はねああ寂しいなもうもうしばらく流れないかもしれないまあまあまあ,あのユンタクで流しとくよあはでもね <laughs> 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 コーヒー飲みながら聴くかって話だけど <laughs> いやなんかみんな起立して歌うかもしれないあは <laughs> なるほどうん、うん、金のりさんだったら歌うかもしれない そうだね、母校一緒だからね母校一緒ですからね、うん、でもね俺これでなんか YouTube でね具志堅中学校の校歌を作って YouTube でアップしたら、うん、あの俺が今まで作った YouTube の中で一番ヒットしてるおおいいじゃないですかやがて1000ぐらいなりそうなってるマジでマジでええ<ー>一番あれがヒットしてるマジか ぐしかちゅう言って表彰状をもらわないといけないねねえびっくりだよ、本当そういうこともあるんですけどね、うんうん、まあ本当、いつもね、清毅さんがいろんな、ねあのー、話題を提供してくれたりね、そうですねな、なんか危ない話とかもいっぱいあったじゃん、そうっす、ね、ゴムね。<laughs> <laughs> うん もうもう極秘って言ってたのに <laughs> 極,極秘になってなくけなっていやいやそれ以上言ってないから大丈夫あ,あもうもうこれ以上言わないからね大丈夫よでさっきねちょっといろいろね「見 <laughs> <ああ S 2> て,てくださいなナみさん新番組は49年生虎年ラジオ」いいね 俺そんななこと言わい最後の最後で49人とか関係ないからトラの人だから割合で言ったらお前なんか何パーセントもいないから3割だ3割いないよいないかないないとりあえずトラ年にしとけナミさん食べられるようんトラの人怖いって言うからねうんうん出待ってこれ金のりさんすごいな「なごみのなぎさ」って入ってるよほんとだ 覚えてるんだねかすむみねうるましまねおみはるかしってことなんですけど逆によ、うん、俺なんかより聴いてるから <laughs> 編集してるから、うん、そうなんですよ俺がお願いしてた YouTube の編集は <laughs> 金の金則さんですからねそうですね毎回毎回聴いてたはずだからね、うん、あメッセージがもう一通来てるみたいなんですけども聖地、はい、さんお願いします はいご紹介します。えー、ラジオネーム北のリスさんからいただきました。はい。こんばんは。終わってしまうんですね。お疲れ様でした。うん、えー。これからのステップアップのために終わると思った方がいいですよね。うん。これからのお二人の幸を願っております、えー。また元気な声をたまには聞かせてくださいね。楽しみにしてますということでいただきました。あ,あ,りありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。こういう声がね、なんか、うんまあ、た,またまにあのランで入ってきますよ。 誰の反乱入だってくるわかんない <laughs> そこが検討中なんだけど誰のところで入るかさんのところ入ろうかな <laughs> ゲストのいない時に呼んでみたいな感じで <laughs> ユンタクの宣伝さしてみたいな大きな足でみたいな緩くないぜ多分あの番組俺が緩く緩くする <laughs> 俺の5分間だけ緩くっていう形でねなるほどね、はい、まあ金則さん 娘と息子が現役です。中学校ですね。ああ、そうですね。ナリの息子も去年までいたからね。去年までいましたね。うん。今はどこに行ったやら。はい。寂しいんだろう。寂しいね。ね。寂しいのが思いっきり最近出てるからさ。うん。寂しいですよ。う本当にね。はい。 まあちょっとね。あのー、さっき調べてみたときに、今日これまでちょっと出た人っていうのでまあ、全員じゃないんですけどね。はい、パーっとお,ーお名前を調べてみました。うんうん、さっき、あのさ、ー、らちゃんね話ありました。歌手の秋野サラちゃんお<ー>で友人の近所克之さん,うんでインベント会社しています。高橋健二さんお<ー>で、まあ今画家になってますけども、今までゆたくん。 そうですね。うん、でイベント会社でねあと小山さんで知人でねあのご当地アイドルだった山本菊代さん <laughs> 昨日も会いましたけどね昨日も会いましたね、はい、ずーっと寝てたしお店であとフォトグラファーの新垣さん新垣さんだっけ新垣,、ね、垣さんよね、うんうん、で恩師はねうちのケンチロ。 健一郎、中本健一郎先生ですね。うん,うん、まあ、他にもいろいろ出ていただきましたけども、本当にありがとうございましたっていうことなんですけども。そうですね。本当ね、ラジオして、なんか、いろんな発見あったね。あった?。あったよ。よ俺は。うん。ありましたよ。 お前適当だろ。いつも楽しいこといっぱいありました。<laughs> はい、もう本当はも fm 講座761アットマーク fm 講座ドット。jp よろしくお願いします。<laughs> はい、最後に言わせてもらいました。オッケーはい、<laughs> 最後に言わしてもらいました。<laughs> <laughs> <laughs> うん、大塚さんね。後半30分の放送が終わりで、来週から1時間ってサプライズってことなんですけども、あそれもいい案ですね。やる気ないだろうね。うん。 うん、まあそういう感じでねいろんな人に会ってそうですねコメントとかもねいろいろもらって助かりましたね、うん、いやでもなんかやっぱ違うよ<ん>違うなんか空間に来た感じがするラジオやってねうんうん、うん、そうだねなななんんでここののトーンなのいつも感じいつもこんな感じですよ <laughs> 俺結構なんか今日最後だからっていうのがあってうんうん「気張らんと」みたいな「気張る」って言うと「頑張ろう」みたいな頑張らなくていいんじゃない普通通りではい分かりました頑張ったら大変ですよ大変ですか大変大変もう適当でいいのかいや俺適当にやってないあ適当じゃないシュールなんだけどよ失礼だな 適当にはやってませんよ <laughs> 聞いてるリスナーがいるわけですからもうラジオ論話すラジ,オラジオ論世界の宮島さんに教えてもらったラジオ論 <laughs> あの怒られちゃうよ怒られるねシアタードーンって言ったらお前なんかラジオばかにしてんのか、うん、そうそう酔っ払いながら語ってましたからね、うん、ワイン2本飲んでるしね 1>, 1本半 1, 1本半だった 1>, ?1 本半は開けてるね すご,いよね、すごい。よねすごで覚えてなかったんでしょあんまりうんどんなことしてたっての覚えてないんでしょあんまり、うん、わかんないけどねラジオの神様 <laughs> 世界の神様ですからね <laughs> ですね、はい、まあ本当いい,いい感じだったなと思いますけどそうですねえっ「直美さん最後って眞子さん泣いちゃう?」って書いてますけど泣かねえだろ 泣,く泣いちゃうって書いてるから「泣,泣き泣きイーン!」って面白くねえな全然レラ <laughs> さん本当に終わっちゃうんですようん本当ありがとうございますねはい遠いところからねねねいや思いっきりなんかいろいろ書いておきたいですねていうかなんで今日虫いるの <laughs> マイクに <laughs> 知らんわ <laughs> 最後だからですね流れちゃいましたうん,うん、うんうん、最後ですよなりエンディングは以上ですあれ感想はなんかない感想ですか、うん、まあこの10か月間、まあ本当にね「えー、ツイキャス」の方々ともね、うんえー、いろいろ会話しながら、うん、まあいろんな人と本当出会いましたね、うん、まあまたちょっと一旦休憩して今度はどうしようかな ラジオぐらいに行こうかそうだねいや俺は FM こ座でいいよデイジマのデジマの本当に皆さんありがとうございましたねはいまことは喋らさずに俺で終わりましょうではもう本当に今日で最後ですありがとうございますねマジかよ喋りたいじゃあ最後ねいきましょうね喋りたいうんいいね早くって来週は特番をします うそぴょん。<嘘>しませんということで、エンディングに参ります。今週も来週もないかもしれないけど、ないでいい何<が>最終回です。<laughs> はい、まこ、あ、ないのゆんたくラジオ、今まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 はいお相手はもろみざとまことどうん、マ宮里なりやきですどうもまたありがとうございましたまた来週 <laughs> 違うか嘘つきやまあ今日で終わりですからね